お、すげえ浅瀬にいる。珍しい。来いや。あげられないんだけど。うわ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 、まずいか。あ、やべ、オッケーオッケーオッケー、抜けれるな。やっぱオッケーオッケー、抜けれたら大丈夫。痛い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 。あ、やばい。ちょ引っかかってる。オフの。ふう。こいつ攻撃範囲広すぎるな。ガチで危なかった。え？は？おーい。判定異次元かよ。タクシー、すいません、タクシーいないですか。タクシー、ちょっと左上の海岸まで、一番左上、もうマジでマップの左上の端。イカをさ、テイム試したら異次元つかみ懺悔のジャックスクリュー使ってきて、マジで吸われて死んだ。あ、いるいるいる。あ、嘘。え、待って。これ違うやつ？これ違う。色一緒だけど違う。もうちょっと東かも。もうちょっと上かな。もうちょっとね、右右。右、あ、いた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 。一回地上解除あるから気をつけて。え、いて、マジ？やばい、解除された。やばすぎる。大丈夫、戦わせるわ。俺のカタパルトタートル殴り始めた。やばい、シャドウキーがボコられてる。離れていいよ、離れていいよ。一回解除し、食われてるシャドウキーが。大丈夫、離れていい離れていい離れていい。ありがとうありがとう。ありがとう。ちょっと見ておいて。ちょっとそこ見ておいて。もう殺していいの？殺していい、殺していい。こいつ死ねえ。危ねえ。マジマジ助かった、ありがとう。危ない。オートロめっちゃだ。黒真珠超取れた。うわー、よかった生きてて。危ねえ、お前死んだろ。お前、いや、ちょっと焦ったね。これでクズ、正味久々にだいぶひりついた。今いや、そうだよね。俺の方がひりついたけどね、うん、これでクズハのシャドキン死んだらやばいでしょ。俺がやばかった、やばかった。うわ、よかった生きてて。全軍突撃だった。命あってよかったわ、マジで。いや、マジありがとね。動けねえわ、あのさっき攻撃に全部いっちゃったから。ちょっとこうやって移動させよう。ユーガー、何イカ捕まえたい。ちょっと待って、ちょっと待って。うん、私イカ捕まえて、イカでめっちゃ黒真珠取るわ。あのね、カルビ、俺、イカ俺もちょっと欲しいなと思ったから、テイム、うん、これ色が死に行ったんだけど、なんかね、バグなのかできなかったんだよね。正規のちゃんとした手順を踏んでやったんだけど、黒真珠を与えられなくて。あ、そうなんだ。うん、ちょっとね、今ね聞いてるんだよね、これってテイムできますって。ちゃんとこれカルビのそう、ワイファンアウト、そう、ワイファンアウト。まあいいね、いつもバーンアウトしてるしな。で、どう見てこの服。
本日の主役って感じ。このタスキみたいなの何何このタスキみたいなの何か、かけてるやつ。タスキで。あ、そうなんだ。主役だよ、主役。まんまそうなんだ、うん、戦うような格好じゃないね。うるせえよ。多分ね、結構大変だから、覚悟して臨むように。しまった方がいい？あ、しまった方がいい。結構遠いかな。遠い遠い。ガチで遠いから。なんか手順としては、俺のプレシオサウルス、こいつネッシー掴ませて、で、なんか掴んだ瞬間に上げれるんだって。で、俺もやったことないからちょっとわかんないんだけど、それで上げて、離れるみたいな感じ。降りていいよ、この上上がったら。ちょっとここで待ってて、ここで待ってて。わかった。あれカルビー。はーい。ちょっとこっち戻ってきて。なんかおかしいわ。はーい。見え方。なんかね。これどうなってんの？なんか岩の中入っ。なんかおかしい。私埋まってるわ。待ってこっち戻ってこれない？あ、わかったわかった。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、ここにしよっか。うん、触手の真ん中のところに何かくちばしみたいなのついてんの。そこが口なのね。真ん中？あのね、触手の根元にくちばしみたいなのが、足の中にそう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 ついてるから、見たらわかる、見たらわかると思うから。なんかね、本当に鳥のくちばしみたいな感じ。あんま近づかないでね。俺が引っ張ってくるから。こっち寄ってきていいよ。はい。これで殴らせるから、ああやって。で、今これ掴んでる状態なの、うん、見てて。うん。で、次掴んだら近づいて。今離してるから近づいちゃダメね。あ、掴む。掴んだらこっち、ここ口わかる？これか。E か F で渡せない？あ、食べたんじゃない？離れて離れて。食べたかな？死んじゃなくなってる？ちょっと待って、テイムのやつ見てみるか。なくなってる。こあ、オッケーオッケーオッケー。 32% 進んでるわ。まあ、ちょっと待って。オスだ。オスだね。いいね。本当に？なんか含みあったけど、うん、今の。いやいやいや、まあ捕まえたら愛着湧くでしょ。いや、もう今の時点でもう愛着湧いてる。今の時点。あ、にはてかサドル持ってくればよかったな。カルビ降りてきて、カルビ降りてきて。はーい、すぐ。はい、持ってきます。あ、行ける？離れて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 。あ、いけるな、いけるな。渡した。5分でいけるっぽいな。もう一個予備あるからね、ボンベ。あ、オッケーオッケー、いいね。まあでもちゃんと上げれてるし、パニックにならず、あの口んとこに。うん、割とお尻つけてる。え、近づいていいオスだけ？そう、マジでいいオスだけ。あ、そうなんだ。結構ね、そう、すぐ上げれたわ。ここで掴ませるわ、カルビ。ここ。こっち来れる？カルビ。掴ませた。与えられなかったらすぐ離れて。はい。与えられない。オッケーオッケー、離れよ。え、なんでな。掴みそう。オッケー。いけるかな。どうだろうね。腹は減ってそうだけど。あ、食ったんじゃない？あ、お、来たー。うわ、名前どうしよう。じゃあ、とりあえずもイカルビ。うん。微妙か。それもね、めっちゃ言われたリスナーに。安直すぎる。どうだ、こいつの名前。うるさいか。
まあ帰るか。まあ一旦ね、当座の名前だから。でっかこいつ。うわ嬉しい、ありがとう。いいよいいよ。もうバリオのあの遅さには散々だよ。まあちょっと言い出せなかったけど、やっぱ探索してる時もちょっとバリオ遅すぎるかもなとは思ってたね。俺も速度差がありすぎて、いやこれ探検1日かかっても全然進まないだろうなって思ってたから、まあそれはちょっとね思った。いやよかった。え、ボドカのさ、カメって早いの？あれ、いや遅い。だからボドさんはもう置いてこ、さすがに遅いし。でけえな、こうしてみると生身だと。めっちゃ色良くないこれ、スイカみたい。ねえ、スイカ。ああスイカか。スイカ、ああスイカか。イカだけに。そういうこと。くだんない。まあ、うるさいかの方がやばいけどな、センスっていうか。ねえ、サドル、あれ、これサドルってどうやってつけんだっけ。え、開いて、あスロットに装備。こうだ。あ、へえ、そっなのか。見て、サドルでかいな。え、と、え、あ、そっち側に進むんだね。なるほどね、確かにそうか。え、速くない？あ、結構速いな。速い。え、おまけだよ、それ最速？いや、俺あ、でも速いな。イカスミの吐き方がわかんない。速くなる？ああ速い、あ速いよ速いよ。え、かなり速い。イカスミの後同じぐらいだね速度。マジか。ちょっと待って、一回処理。お、つかみ攻撃じゃん。殴ってよ。こうか。あ、強そう、めっちゃ。え、これ普通の攻撃してる？普通の攻撃？やばい、火力やばいな。お、すげえ。下ろされないやん。え、ダメージがマジで強いな。強いわ。DPS が超高いね。マジか、すげえ。最強生物すぎない？じゃあそのままにしといて。24万ある体力。え、てかさ、つかみずっと続くの？スタミナとか関係ないんかな。あ、どっちも回復すんの？やばいな。レベルめっちゃ上がったんちゃう？めっちゃ上がった。57上がった。やばくね57。どうしたお前、イカどっか行っちゃったけど。ちょっと待って、どこ行った？おい、なんでそんなとこ行くんだ。おいおい、おい、おい。なんで逃げんだよ。